元迷惑系 YouTuber 結婚式に青汁王子らインフルエンサー100人超、これからも迷惑かけます。エズマ流感謝。元迷惑系 YouTuber エズマ流が6日、東京都内で結婚式を行い、DJ 社長、青汁王子、こと三崎優太など100人を超える有名 YouTuber& インフルエンサーが、エズマ夫妻を祝って集結した。白いタキシード姿で現れたエズマは高揚した表情で、結婚式を挙げることができたぞ、と報道陣の前で宣言、みんな来てくれてありがとう、と大きな声で感謝しながら入場した。ある、続いてウェディングドレスに身を包んだ新婦の、しーちゃん、が介添え人と共に会場に入り、おごそかに挙式が行われた。挙式後、報道陣の前に現れた二人はリクエストに応じて熱いキスを交わし、エズマは、皆さん、来てくれてありがとう。これからも迷惑かけます、と宣言した。